神明社入口と社拝殿上部の社交学十三期。神社は、秋田県南秋田郡五条目町にある神社。北壇城とその家臣十二名の、計十三人を祀る。五条目神明社の一角にある。五条目町に返事がある際は、白馬が鈴を鳴らしながら知らせるという伝説がある。特に火事の際に現れると言われ、火伏せの神の性質が大きい。 その優勝は1588年の秋田市内乱、港合戦に始まる。この戦いの中で、秋田方を裏切り南部市についた被内軍の三浦、周健が内乱収束後に秋田サネスより攻められたため、北壇上は救援に赴いた。しかし敗れて五条目まで落ち伸びたが、五条目が秋田勢によって占拠されていたため、この地にある新明社の後ろの立腹口で、 家臣十二名と自害した。この霊魂が会を成したため、神社を建て祀ったのがこの神社であると伝わる。また、北壇城の威信、佐々木剣持が偶児になったという。ただし、北壇城は多くの書物で五条目に落ち延びることなく戦いの中で戦死したとされている。御神体として十三基の木造を有していたが、偶児の佐々木家が神官を辞した際に持ち去り、 佐々木家の氏神として同家が祀っている、十三期五条目神明社。ありがとうございます。